札幌岡玉事件とは、1878年1月11日から1月18日にかけて、北海道石狩国札幌郡札幌村大技、岡玉村で発生した記録されたものとしては、日本史上4番目に大きな被害を出した獣害事件。島民から理不尽な形で目を覚まされた。 エゾヒグマが漁師や開拓民の夫婦を襲い死者3名、重症者2名を出した。石狩国札幌郡札幌村大和岡田村で起きた獣害事件である。21世紀初頭の現在、札幌市は人口200万人弱と東北以北最大の都市であるが事件当時は和人の定住者が現れてから20年余り市街地の整備や 農地の開墾は急ピッチで進められていたものの、地域を少し出れば原始そのままの大森林や草原に覆われていた。人口は現在の札幌市中心部にあたる札幌区で3000人、後に札幌市に組み込まれることになる周辺の農村すべての人口を合計しても8000人に満となかった。明治初期の平岸村。切り開かれかけた森の中に小屋が点在する。 1878年1月11日、西通在住の漁師、エビス翔太郎が、郊外の炎山山中で、冬眠中のヒグマを発見する。早速狩ろうと試みたもののうち損ねてしまい、逆襲を受けた翔太郎は死亡する。理不尽な形で冬眠を覚まされたヒグマは、飢えて、札幌の市街地を駆け抜けたため、17日、 札幌警察署警察理の森永保津が指揮を執る、駆除隊が急遽編成された。同日、豊平川の川向こうにあたる平岸村で、普段のヒグマを発見し、追撃を開始する。しかしヒグマは、月寒村、白石村と逃走。再度豊平川に向かうルートを取ったため、駆除隊も雪上に残る足跡を頼りに後を追う。そして再度豊平川を渡り、 元来までは確認したが、猛吹雪のため見失ってしまった。これらの地は現在でこそ一面の住宅街だが、当時は畑が開かれ始めたばかりの大森林地帯だった。犠牲になった堺一家の家屋は、俗に小上小屋と呼ばれる形式の簡素な小屋だった札幌区の北西部、岡玉村。アイヌ語のおっかいたチャラパを地名語源とする。 この地は後に伏せ子川の自然堤防が育んだ良質な土壌を生かした玉ねぎ栽培で名を成すことになるが、やはり当時は古木が延々と連なる森林地帯であった。その中に細々と拝み子や寮と一を結ぶ数百人ほどの村民たちは、その多くが札幌区に売り出す木炭の製造で生計を立てていた。明治六年頃この地に入植した井倉吉も、 そのような開拓民の一人であった。妻、律と周囲の村民同様に寒風舞い込む拝み小屋の生活に耐えつつ、炭を焼いては札幌区に売り出す生活に勤しむ。やがて夫妻には待望の長男、留吉が生まれ、貧しい生活にも食行が灯りつつあった。17日深夜、炎山から白石、 そして元来へと闘争を重ねた九段のヒグマが突如として境一家の小屋を襲ったのである。異変を察知して起き出した倉吉は、むしろの戸を掲げたところで熊の一撃を受けて、混沌する。妻、律は幼い留吉を抱いてとっさに逃げ出したものの、後頭部にヒグマの爪を受けて我が子を取り落としてしまう。律は頭皮を剥ぎ取られる重傷を受けつつも村民に助けを求めるが、 その間にヒグマは雪原に投げ出された止め吉を牙にかけていた。結果として、倉吉と止め吉が食い殺され、律と雇い目は重傷を負った。18日昼、県のヒグマは駆除隊によって付近で発見され、射殺された。駆除に、幸のあった佐々木直則、渋谷栄亭、武田守役の3人には、日当50銭の他特別手当として2円が支給された。 加害ヒグマは、オスの成獣で、体長は1.9メートルもあった。警察署の前でしばらく晒し物にした後、札幌農学校に運び込まれ、教授の指導のもと学生たちの手で解剖された。札幌農学校の第一期生として同席した大島政権は、晩年の昭和12年に口述筆記させた、カイコロ録、クラーク先生とその弟子たちにおいて、当時を一家のように物語る。 思わぬ材料に恵まれ歓喜の声を上げた学生たちは、ペンハロー指導教授のもとに早速解剖実習に取り掛かった。教授の目をかすめて23の者が、密かに1階の肉を切り取った。そして休憩時間を待ちかねて小遣い部屋に飛び込んだ。やがてその肉片が燃え盛る、炭火の上にかざされた。そして醤油に浸すもの、口に投げ込むもの、 我も我もと珍しい肉を噛みしめていたが、誰言うとなく、熊の肉は臭いなぁ、恐ろしく硬いなぁという声がほとばしり出た。帝国になって、死の呼ぶ声に、一同は何食わぬ顔をして解剖室に集まり、手に手にメスを振るって、内臓切開に取りかかったが、元気の良い学生の一人が、嫌に膨らんでいる、大きな胃袋を力任せに切り開いたら、ドロドロと流れ出した内容物。 赤子の頭巾がある手がある。女房の引きむしられた髪の毛がある。悪臭噴噴目を覆う惨状に、学生はわーっと叫んで飛びのいた。そして、土毛色になった熊肉とは、ダットのごとく屋外に飛び出し、口に指を差し込み、目を白黒させて、コワごワ味わった熊の肉を吐き出した。なお、 解剖担当者の中には、農学校の2期生として入学し、当時は1年生だった、ニトベイナゾウも含まれている。このヒグマの白星は開拓史博物館に仮保存され、明治天皇も見学した。白星は、北海道産最古のものとなっている。その後、ヒグマの胃の内容物をアルコールにつけて保存したもの、ノート2と共に、現在でも北海道大学附属植物園に、 保存されている。事件の跡地は札幌市立岡玉小学校の敷地となった。夫と息子を失った率は長らく入院し、不憫に思った行政側は彼女が再婚するまで封じしていた。北海道博物館には老朽に立った率の写真が残されているノートさん。この写真が撮影された明治43年、札幌の人口は8万人に達していた。 当該事件が発生した地点の詳細は、札幌飛行場から徒歩5分程度の地点に現存している岡玉神社から、さらに北北東の方角に徒歩15分ほどの位置である。ありがとうございます。